ぶら下がってあれはライト、ライト高いな、苦手や。あんな展望台みたいなのまだマーカーがあるマーカーあったんやあれはあそうやろうかこれ。
車のチェック。今日の相棒や。あれ設定したんやと思って。これどこ行きやん。知らん。そやけどめちゃくちゃあれや人気あんねやあ、そうなレトロやな強いんちゃうあおはようございます。チロチロです。今日は宮崎の方まで来ています。今連れちょっと便所行っていないんですけど今木崎浜の方来ています。セットで今胸ぐらいあるかなって感じでまあなんとかできそうなのでサクッと入って、暗くなる前に上がってきたいなと思います。こんな感じです。まあ連れと半年に1回、去年は、10月にでいつも、また4月に、サーフトリップで宮崎に来ているんで今日も恒例の、おっさん二人で、サーフトリップに来ました。今日はとりあえず木崎浜で、入って、明日はまた波次第で、場所を変えようかなと思っています。まあ今空いてます。では時間ないんで、あ、おっさん帰ってきました。やりましょうなんで、まあ、早速着替えて、海の方行ってきます。
今上がってきました。もう日没が6時半なんで、1時間10分ほど入れました。まあ飛行機が、3時45分に着いて、まあ車取りに行ってなんやしとって木先に着いたんが、5時前ぐらいですかね。やっぱり宮崎、水温高いですね。波は結構早いブレイクのとこなんで、難しいかなと思ってたんですけど、今日は、結構早くなくって、まあ、ちょっとたるめの波で、腰原セット胸で、まあ1時間ちょっとですけどそこそこ遊べました。まあ風もやっぱり収まって、夕方と朝はやっぱり収まりますね。で、まあ明日はどこに行くかちょっとまだ決めてないんですけど、まあ連れと相談して明日また木先にするか、まだよそ行くかまだ考えて、行きます。で、まあもう夕食時間なんで、おっさんと一緒に、肉でも食いに行こうかなと思います。で、なんでまあ着替えて、速攻で肉行きます。ではまた肉でお会いしましょう。どこ行きやん。